トリアレティ山脈は、ジョージアにある山脈。小高カサス山脈の西部を構成し、東西方向に走っている。全長約 150km、最大幅は 30km。トリアレティ山脈の北側には、クラ川が流れている。トリアレティ山脈の西端は、アハルチヘ盆地で、そこから、サバドゥリ山脈に続いている。東端は、トビリシであり。 そこから、テレティ山脈に続いている。トリアレティ山脈は大きく、西部と東部に分類され、西部には最高峰か、ラカヤ山、サバドゥリ山脈、チョバレティ山脈がある。東部には、サツケペラ、テレティ山脈がある。トリアレティ山脈の最高峰か、ラカヤ山の標高は2850メートルである。ついで二千三百メートル級から二千八百メートル級の、 アルジェバニ、サクベロ、コディアニ、オショラ、オルタタビ、クバジバリ、ケンチカラなどがある。トリアレティ山脈は、主に古代三期の火山性堆積物で構成されており、そこに、白亜気候期の石灰岩、赤月新星から、全新余にかけての粘土、そして観覧石が堆積している。山脈の西側部分には、若い安山岩が広がっている。トリアレティ山脈には、 数多くの火山地形があり、盆地や間欠泉、洞窟などが存在している。北側の斜面には標高900メートルから2400メートルまでの間に5段階に分かれた尾根がある。標高1200から1300メートルまでは多くが減勢しており、そのには下肢が分布している。標高線2 0 0から1300メートルから2000から2200メートルの範囲には ブナバヤシがある。標高の最も高い地域では、阿光山星や鉱山星の草原に覆われている。トリア荒れて山脈を通過する経路として、最も著名な道に、ツフラツカロ峠がある。これは、侵食を受けた尾根や八地に作られた経路である。ありがとうございます。